朝鮮総督府鉄道、泣きが型軽式図。小型、朝鮮総督府鉄道、泣きが型軽式図。大行百号型は、かつて、日本陸軍が、朝鮮や満州の軍用鉄道で使用した、タンク式蒸気機関車である。若干設計の異なるものを含めて82両が、輸入され、満州での使用後、一部が、内地の軽便鉄道に導入された。なお、 この故障は便宜的に付したもので、正式のものではない。アメリカのボールドウィン製の車軸配置0から6から0、軽方和式短式2機等のタンク機関車で、機関は 762mm である。メーカーの規格では6から 11D と称し、日本に初めて輸入されたボールドウィン製蒸気機関車である、釧路鉄道の機関車と同じである。後期製造車は、 川水槽の容量を2.3立方メートルに増大し、運転台配部にタンクを設置する設計変更が行われ、大行と称された。従来のものはそれに対して小型と称された。警府鉄道は1901年に南北から建設が進められていたが、ロシアとの戦争が不可避の情勢となってきた1904年1月に、 京府鉄道の早期の全通を図ることとなり、未成区間を基間 762mm の軽弁鉄道で測定することとなった。その際に発注されたのが本形式一時車30両である。ところが、一時的に軽弁鉄道規格を採用せず、最初から標準機で建設しても1904年度中には完成する見込みとなったことから、 同年4月に標準機で測定する方針に転換した。そのため、満州での平坦輸送用に建設中の手押し式の軍用鉄道を機関車動力とし、それに転用することとなった。まず、30両中25両が転属し、1から25と改版された。残りの5両は、富山近郊の軽便鉄道に振り向けるよう計画されたが、結局、 同年12月にアンササグ線に転用されることとなり、三次車の続番の78から82と改版された。しかし、アンササグ線では不足することから52両が増備された。こちらは鉄道作業局が肩代わりして発注し、直接満州に投入された。番号は一次車と同型の二次車25両が26から50。 若干設計を変更した三次車27両が51から77である。製造の状況は次の通りである。この時点までに小型1両が水害で流出したため未成に終わり、本形式は小型54両、大型27両の計81両が在籍した。1906年9月、安佐佐具戦が臨時軍用鉄道幹部から、 野戦鉄道日下下リ部に移管され、さらに1907年4月1日には南満州鉄道に移管された。その後、小型12両、大型1両が廃車となり、1911年度の所属は小型42両、大型26両の計68両であった。これらは1911年11月、安佐佐具線の改め機構時間制により、 使用停止となった。鉄道省家250系の所言を示す。安佐作船の改め気候時間制とともに不要となった本形式は満州や朝鮮各地の鉄道に分散した。また、内地においても三社が本形式を導入している。引き続き外地で使用された機関車の詳細は記録が少ないため不明な点が多く残っている。 南満州鉄道大連地高校事業を起動。編集この鉄道へは、1908年度に小型2両が転属しているが、その後の消息は定かでない。谷鉄路、編集満州にあった。この鉄道へは、1913年の開業用に大型8両が導入されている。同社では1から8と称した。さらに1929年度に、 後期製造の小型一両が増備されているが、これの前歴は定かでない。一説には、大連秩工工事用軌道から来たものと推定されている。本系コスス鉄有限工事病、地後工専用鉄道、編集、アンサ差作線から分岐する。この鉄道へは、1914年の開業用として、大型二両が導入され、1、2と称した。 南満州鉄道部巡炭鉱採掘運搬軌道、編集部巡炭鉱で採掘法として、車座重点法を採用するため、センサを採7地から炭鉱へ運搬するために付設された軌道で、少なくとも大型2両が1、2として使用されていた。南満工業専用鉄道、編集この専用鉄道で使用されている大型1両の写真が残っており、朝鮮、または、 満州で使用されていたものの後ろ身であると推定されている。同型車の有無や1939年の廃止後の消息は不明である。朝鮮ガス電気株式会社軌道、編集元は、不残軌道が1909年11月に開業した、期間6 1 0ト、mm、ルの軌道であったが、1910年、期間リメートルへの改め期は九百十二年七月で、 その際に導入されたのが本形式の大行であった。両数は不明であるが、1から2両と推定されている。この軌道は1915年に電気軌道に変更されたが、機関車の挙手は定かでない。ただし、1914年6月に竣工した朝鮮企業株式会社の専用鉄道が、朝鮮ガス電気に運行委託されたことから、ここで使用された3両のうちに、 本形式が含まれていた可能性がある。全北京弁鉄道、編集朝鮮の全北京弁鉄道へは、1915年1月15日の開業に際し、大型、小型、各2両が本線列車券引用として導入された。当線は、1927年10月1日に国有化され、朝鮮総督府鉄道喜び前北部線となり、 泣き下型21から24と解消された。これらのうち21、22は小型、22、23が大行である。1929年9月に標準機への改築が完了したため、22から24の3両は1930年度に廃車となっている。海川京弁鉄道、編集朝鮮の海川京弁鉄道へは、 1915年6月に、前身である三井鉱山専用鉄道の開業に、際して、尾形六両が導入された。その後、1927年に、海川京弁鉄道と改称している。当選は、1932年11月1日に、朝鮮総督府鉄道に借り上げられ、1933年9月1日に、正式に買収となった。これにより、 所属する機関車は、泣き下型33から38と解消された。標準機への改築は、同年10月15日に一部の区間について行われたが、残余の区間は7 6 2ト、mm、ル機関のまま残された。10、12、13の3両は、朝鮮総督府鉄道時代に廃車となり、8、9、11の3両が、 大韓民国鉄道庁に引き継がれているが、その後の消息は不明である。朝鮮警弁鉄道喜び東線、編集朝鮮警弁鉄道喜び東線へは、大型7両が譲渡された。同線は、1928年7月1日に、国有化され、朝鮮総督府鉄道東海中部線となり、泣き下型24から31と解消された。 標準機への改築については、1938年7月1日に完成しているが、慶州、A 六十二は 762mm 期間のまま残された。そのため、2から7については、大韓民国鉄道庁に引き継がれているが、その後の消息は不明である。余剰となった一両は、1927年頃、都門鉄道2乗とされ、同社の32となった。 この機関車は1933年に廃車となっている。それ以外のうち4両については1926年に朝鮮水田専用鉄道に譲渡されたと推定されている。帝国単行町豊炭単行専用鉄道編集1919 19年に手押し軌道として開業した帝国単行町豊炭単行専用鉄道を1922年に 朝鮮森林鉄道が買収し、改築したものであるが、帝国単行時代に、動力の蒸気化を起とし、本形式二両が導入された。その後、1923年に六社が合同して、朝鮮鉄道が設立されると、その南南線となっている。満州で不要となった本形式のうちの一部は、内地の軽弁鉄道へ譲渡された。これらは、 小型ばかり11両であったが、後にそのすべてが国有化され、鉄道小石となった。その状況は次の通りである。岩手軽弁鉄道、編集岩手軽弁鉄道でも、1913年8月に、開業用として6両を導入し、1から6として使用を開始している。岩手軽弁鉄道では、あまり改造を加えず、原型を保ったまま使用された。なお、 2から5については、ボイラーに取り付けられた名板に記された製造番号が24,635、23,964、24,053、24,595 24, であったことが判明しているが、足回りとボイラーの振り替えが頻繁に行われており、Q 番号の追跡は困難となっている。 1936年8月1日付で、岩手京弁鉄道は国有化され、鉄道省の釜石線となった。それに伴い、計231型と解消されたが、これも既存形式に編入とはなっていない。釜石線の改め機構時は1950年10月9日に完成し、それに伴い、本形式も用途廃止となった。廃車は、 ケ234が1948年9月、ケ231が1949年9月、ケ232、ケ233が1950年7月、ケ235、ケ236が1950年12月であった。愛媛鉄道、編集愛媛鉄道が1918年の開業用に用意したものである。3両が導入され、 一から三と称した。これらの導入にあたって、愛媛鉄道が南満州鉄道と直接取引した形跡はなく、ブローカーの手を通じて供給されたものらしい。その後、愛媛鉄道は1933年10月1日付で国有化され、計250型となった。本形式は、愛媛線の改め機構時の終了した1935年9月に、 使用停止となり、翌1936年に廃車された。処分は全社会体であった。宮崎県営鉄道、編集1913年、宮崎県営鉄道帯線の開業に際して2両を譲り受けたものである。同鉄道では1、2と称した。これらは1929年のガソリン動車導入までフル回転で使用された。 宮崎県営鉄道帯線は1935年10月1日付で国有化され鉄道省の油津線となった。それに伴い、ケ290型と解消されているが、愛媛鉄道のケ250型と全く出自の同じ車両であり、都に形式を増やす結果となっている。ケ290型は、 油津線の改め機工事の終了した1937年12月23日に石炭増産の要求のあった松浦線に転出し1943年7月の改め機工事終了まで使用されたその後同年9月に廃車となった朝鮮鉄道士第一巻写真説明では英国グラスゴーカレドニア鉄工場製となっており本文でも アンササグ線の機関車は、触れられていないが、携帯から、小熊は、大行と判定した。国鉄家231形状機機関車に関する、カテゴリ国鉄家250形状機機関車に関するカテゴリ国鉄家290形状機機関車に関するカテゴリ愛媛鉄道1号型蒸気機関車に関するカテゴリ岩手警弁鉄道1号型蒸気機,機関車に関する、カテゴリ 宮崎県営鉄道1号型蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。